はい、皆さんどうも、ミスサローです。ポケットモンスターサファイア実況プレイパート2始めていきたいなと思います。ちょっと裏でやってきました。見てください、こいつちゃんと捕まえておきましたよ。真面目か、こうで、まあメスだったらね、はるかちゃんの名前つけようかなと思ったんですけど、オスだったんで、オス、よくポケモンブラックホワイト XY とかでお世話になっている私の相棒みたいなポケモンがいるんで、そいつの名前つけておきました。というわけで今回トーカシティから先に進むわけなんですが、まあ、じゃんじゃん先に進んでいく感じでいいかな。ジムを無視していく。君もしかしてトレーナーになりたてかい。僕らポケモントレーナーは新しい街に到着したら、まずはそこにどんなジムがあるか確認しておくもんなんだ。確認をしなきゃいけないのね。ほら、ここはトーカのジムや、ジムさ、これがジムの看板だから。なんかすごい髪型したな。おお、ダメなのか。くっそ、お前今会ったばっかじゃねえか。くっそ、無限ループって怖いぜ。ではジムへ乗り込みましょう。よう、親父。それにしてもよくここまで一人で来れたな。なるほど、ポケモンと一緒なのか。うん、じゃあミサロにも、ミサロも私のようにポケモントレーナーになるのか。もうなってるんだけど。みずるくん、僕ポケモンが欲しいんですけど。ポケモンが欲しいとジムに行くんだ、すげえな。今日から死だけ一人じゃ寂しいからポケモン連れて行こうかと思って。でも今まで自分でポケモン捕まえたことがないから、どうやったらいいのか。なるほど、ミスタロ話は聞いたね。みずるくんが無事にポケモンを捕まえられるか見守ってあげるんだ。みずるくん、私のポケモンを貸してあげよう。ジグザグマ、モンスターボールあげる。いいなぁ、俺もちょうだい。ミスタロウさん、僕と一緒に来てくれますね。ミスタロウさん、点々点をつけるな。連れて行かれる。ミツル君のドット絵もいいよな。男二人で茂み入って何すんだよ、まったく。はい、見てるだけでいいですか。野郎にはそんなに興味ないんだけどさ。ラルトスいいな。捕まえたんですけど、ジグザグマ。あ、メスだよ。この間どうしようか。カットするよ。それとも話した方がいいかな。ね、ここでね、ラルトスを見て、初めてのプレイの時も多分ラルトス捕まえたと思うんですけど、私はね。ジグザグマもいいもん、戻れ。マジか。ここでボールを投げるなら、僕やってみるよ。これ戦うってやって、なんか殴る、蹴るとかあったら嫌だな。1個だけ。パパ、ケチいな。5個やれ、5個やれ。はるかちゃん、5個くれたよ。モンスターボールってさ、200円だからさ、ミスリクに200円あげたってことでしょ。200円あったら皆さん何買いますか。まあ、まずね、200円もあれば、駄菓子屋行って、まず、ちょっとリッチに豚麺買って買うじゃないですか。で、ちょっとリッチに、ベビースターラーメン買ったり、ヤッター麺買ったりして、あとなんだっけ、ゴールドチョコとかで、ちょっとね、10円20円稼いでみたりさ、そういうことをねすると思うんですけど、ごめん、聞いてなかった。全然聞いてないよ。とりあえず金積み行けばいいんだろうっていう話でした。ねえ、昔はまあ駄菓子屋とかよく行ったんですけど、うまい棒ってあんま買ったことないんだよな。うまい棒、皆さん何味好きですか。私はコンポタですよ。あんまり駄菓子屋でうまい棒買ったイメージじゃない。まあ今言った通り、なんだ、基本的に逃げていくスタイル。ここはまあ後でいいかな。ああ、何の話したっけ。ああ、駄菓子屋ですね。まあ、やった麺買って、豚麺買って、豚麺って60円とかじゃないですか。で、豚麺で、60円。で、大体お小遣いって、まあ、100円、子供の頃、保育園小学生ぐらいの頃とかは、まあ、100円もらえればいいぐらいだったんで、でいかにその100円を使い切らないかっていうところに焦点を置いてて、まずは、まあ、豚麺はリッチに買って、残り40円をやった麺でやって、それでなんか当たればプラスアルファでなんかいろいろ買うとか、そういうことをよくやってましたね。こいつさ、後半カモにならなかったっけ。ああ、ルビーじゃ無理なのか。まあ、エルレさんのね、レベルを上げていきたいっていうこともあるんで。でも今の、小学生って、万札ポンって出すからさ、怖
怖い世の中なんだよな。ちょっと某所でゲームっそいっぱい。ちょっとここで喋るとあれなんでカットします。よし倒した。一応まあ念のためにレポートを書いていって、どこまで話でしたっけな。そっか、最近の小学生は万札とかでポンと出す子が結構いるから怖いっていう話ですね。すげえ世の中になったよな。なんか小学生がスマホ持ってるのを見てもちょっともうビビってしまう年頃というか、まあ年代なんですけど、まあ私もですね、マイルドとか出てくるんだったら、まあ、こいつら捕まえちゃった方が早いかな。脱皮をトレースした、逃げます。私も最近までずっとガラケーだったんで、まあ、今の言ってたことはここのあの右上ぐらいにある四角いところを調べるとアイテムがありますよっていうことを教えてくれたって感じですね。でも余計なこと喋ると何喋ってたかもう一瞬で忘れるスタイル。はい、傷薬をゲットしました。下のアイテムも回収しに行きましょうか。さっき確か1個ボールがあったはず。いやお姉さん、はい、お姉さんに投げることはできないんですかね。ああ、下押してないって。下押してないってば。そうそう、おキャモメ。キャモメすごい好き、捕まえる。よし、キャモメ捕まえたぞ。そうそう。で、私も最近までガラケーで、半年前ぐらいにようやくスマートフォンに変えたわけなんですけど、もうなんか、子供がスマートフォン持ってるのを見ると、手がちっちゃいからすっごいでかく見えるんですよね。でもなんか使いこなしてる、なんかシャシャシャってやってる感じを見ると、ああすげえなーって思っちゃうわけで、これ逃げれっかな。よかった。じゃあさっさと森を抜けていきたい、抜けていきたい。うわ、キノコだ。こいつもな、ここで出てきた時はな、あんな中ボケになるとは思わなかったぜ。捕まえました。今思ったんですけど、俺キャモメにニックネームつけてね。キノコか、ニックネームどうすっかな。この頃ってまだブズリーとかの概念がないから、草タイプの技は全部特殊になっちゃうんだよね。だからまあそんなあれかな、あんまガッサとか使ったことないので、こういう時には使ってみようかな。ねえねえ、君この辺りキノコ切ってポケモン見なかった。手持ちにいるで。おじさん、あのポケモン好きなのよね。おねえかお前。待ち伏せしていたのに、いつまでも10日の森でうろうろと待ちくたびれたから来てやったぞ。わざわざお疲れ様です。いやい、デボンの研究員、なんかあれだよね、ミカみたいな名前。いやー、君ポケモン取れないだよね。おじさんを助けてよ。なんかいちいち嫌だな。赤だなって、そうと大の大人がね、子供の後ろに隠れてそれに勝負をしたと。アカーダンのくせにポチーな。でも待って、レベル9って強え。逃げ足。なんか悪ポケモンの逃げ足ってちょっと笑っちゃうね。じゃあカットします。なんで相手の命中率下げる技はこんなにも仕事するんでしょう。こっちがさ、影分身とかしてもさ、相手がガンガン当ててくるのにさ、相手が影分身使うとさ、めっちゃ当たらないっていうね。金積みにも狙っているものがあると言われてたねと。大変だ、こうしていられない。結構俺のポケモンやばいんだけど、傷つきすぎ。なんかキノコとかと戦ってたせいで余計に HP を消費してる。で、時間も意外と消費してると。こいつ話しかけさせてくんね。いやポケモン学校に持ってったら人気者って、まあ男の子の間だったら人気だけど、女子は絶対嫌がるでしょ。土人、いいポケモンだ。復眼をトレースした。この頃ってあれ、命中 1.3 倍はあるのか、あれどうだったかな。負けると人気者になれない。いやまあね、しょうがないね。お、モンスターボールめっけと。 PPI 度を見つけた。やばい。あ、1時だったから仮に1回で済んだ。拾ってないから。
ケムッソ、お前は何回も立ち塞がるんだなと。鱗粉をトレースした。まあ、この頃って頑丈とかも弱かったりするので、なんかこの後ダブルバトルあった気がするから、ああケムッソがお亡くなりになっている、なんてことだ。でまあ回収して、あれジョウロってもらえたっけ。俺の身を持たせ、あ、俺の身とか持たせてもいいんだよな。でここでアイテムをしっかり回収していきましょう。ない、なんかキャモメって、キャモメじゃねえや、スバメってここら辺で出てきた気がするけど、傷薬、まあこんだけあればいいでしょう。お姉さん、フラワー三等価ですと。とってもいい名前だね。キルミのことを知りたい、お姉さんのことをよく知りたいです。はい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 、出た出た、いいです。あれジョウロ君なかったっけ、ちょっと話しかけさせて。あ、くれたくれた、ホエルコジョウロ、ゼニガメではないと思うね。これホエルコってここの段階でネタバレだよな。まだ出てきてないポケモンの名前が出てくるっていう。お、木の実くれた。あ、これはなんか1日1回木の実くれるっていう感じの子かな。でも時計が、あ、お菓子、そう、コンテストもあるんですよね。コンテストもめっちゃやったな。どうしよう、この辺できればお姉さん戦いたくなかったんだよ。綺麗なお姉さんは好きですか。これは夏目のあれか、入場の時か。エルレイドだったら勝てる。ドレパンで物拾い、いいな、物拾い的にあってもいいんですけど。ミニスカギャルが俺のことを待ってるけど無視。双子ちゃん、あ、話しかけなきゃいける。あ、オッケーオッケーオッケー、強制かと思ったけど、じゃあちょっとポケセン行って、で下のあそこのトレーナー3人ぐらいはカットして、事務戦までやっちゃいましょうか。そうですね、じゃあそんな感じでちょっとじゃあカットして、下のトレーナーたち倒してきます。はい、というわけでジム来ましたよ。元気しとうや、いきなりだが君、チャンピオン目指してみないか。僕はトレーナーじゃないけど勝つためにバッチリアドバイスできる。よし決まった、一緒にポケモンチャンピオンを目指そう。うんとも言ってないんだけどな。トレーナーの目的といえばジムバッチを集めることだろう。だがジムリーダーは手強い。そこで僕の出番というわけだ。君にバッチリアドバイスするよ。ここのジムリーダーツツジは岩タイプのポケモンの使い手。岩タイプは頑丈だけど水タイプや草タイプの攻撃は苦手なんだよ。ジムリーダーに勝ったらまた僕に話しかけて、おう、プレイを。あれそうだっけ、じゃあ気張っていこう、断る。まあ、こいつカットでいいかな。さあ、ケムストの様子がと。じゃあ皆さんお願いしますって言っても、まあこの動画再生数ね、多分9とか10とかなんで、あれがビー玉か起きないと思うんで、いいんですけど。どっちになるんだろうな、できれば、マユルドの方が個人的にはいいかな。どっちこれ、カラサリスか、カラサリスか。じゃあアゲハントですね。まあいっか、硬くなるを覚えた。ここのトレーナーなんだっけ、太郎とカツオっていう素晴らしい名前だったぜ。というわけでツツジ戦です。私金積ポケモンジムリーダーのツツジと言います。トレーナーズスクールで学んだことを勝負に生かしたくてジムリーダーになったの。あなたどのようなポケモンでどんな風に戦うのか私に教えてくださるから、くださるかしら。神田、水タイプのポケモンで水鉄砲連打する。スズちゃんのいいところ上げてください。足、よし。ていうかタイツかな。あー、ケムシじゃなくなった。ニックネーム変えたいな。で、この頃頑丈ってなんだっけ、タスキの効果入ってないんで、え、もう岩落とし持ってんの。ビビるわ、水鉄砲一発で持っていけます。ていうか石粒ってレベル高いな、14ってやべえな。ちょっと調子に乗ってレベル上げしなさすぎたかな。
ノズパス。まあ激流発動してるから水鉄砲の威力結構高いし、連打すれば勝てんじゃね。ほら、あ、急所か。これ急所でこれか、強えな。岩石封じ。ああ死んだ。あれ、嫌な予感がするぞ。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 この吸い取るのダメージ次第だな。あ、急所でこれ、急所でこれはきついな。急所でこれきついな。2回目はずるいって。うわ、やべえ。これ、やべえ。調子乗った。あ、よしよし。硬くなれ、硬くなれ。その鼻をどんどん尖らすんだ。悠長に、岩落としやめろ。耐えろ。よし。てか、あいつ、早えな。うわー、ケムストじゃ無理。耐える。耐えた。お前は急所当てんのか。キャモメ。頑張れ、水鉄砲。避けろ。うわー、熱えー、ノズパスでー。ケムシ。毒針でなんかいい感じに毒吹かないかな。強え。あれ、ノズパスこんな強かったっけ。頑丈トレースした。一発耐えるっていうことがないっていうのが本当につらい。おし、受けた。あ、悲しいダメージ。あー、急所。はい、なんか、しょっぱな敗戦を喫しましたね。お金3000円ぐらい持ってかれたな、これ。やってしまった。レポートもしてなかったよ、確か。いや、完全に舐めてましたね。じゃあ、リベンジ戦といきましょう。ちゃんとレポートは書いて、書いたっけさっき。まあいいや、レポートして、水太郎が水鉄砲をしまくる。なんかあれだな、やばいな。なかなか面白い髪型してるけどな。タイツがいい、水鉄砲。ここで余計なダメージさえ食らってなければ楽勝なんですよ。というか、なんかあったかくなってきたせいか知らないんですけど、なんかもう蚊がいるみたいで、足刺されてかゆいんですね、今めっちゃ。なんで蚊とかって、そういう足とか指先とかさ、かゆいところばっかさ行くのかな。っていうか、岩石封じ食らったからさっきすごい下がったのかな。あと、もう一発で無理だから、あ、傷薬ね。こっちもまあ傷薬使っていくくらいで行きたい。まあまあね、水鉄砲威力40だしな。岩と尻が何くらい、14くらいのか。激流入る。うせばさ負けてるから、ちゃんと傷薬を使う。相手も傷薬でしょう。で、水鉄砲を。よし、硬くなるはいいよ。硬くなるをじゃんじゃん積みましょう。積んでください。急所うまい。よし、これで勝ちかな。岩落とし、OK、耐えた。すごい急所食らったらやばかったな。ちょっと後で、かゆみ止め探さないといけない。はい、我慢はいらないかな。よし、勝った。リベンジマッチ。私負けたので、もっと多くのことを学ぶ必要があるみたい。わかりました。ポケモンリーグの決まりではジムリーダーに勝ったトレーナーにこれを渡すことになっています。どうぞポケモンリーグ公認のストーンバッジを受け取ってください。1500円も手に入れた。だってそれあれでしょ、さっき俺から巻き上げたお金の一部でしょ。ずるいわ。ポケモンの世界もね、なかなかいくよね。子供の頃からお金をかけてさ、バトルさせるでしょ。なかなかね、えぐいわ。お、岩石封じですね。わざましいミクを手に入れた。ボーカロイドかな。スカイさんも下げると。はいはいはい。てか、岩石封じってこっちが使うと全然当たんないイメージなんだよな。まあ、話しかけなきゃダメって言うんですよね。
うおー、見事な勝利に僕の応援が良かったのか。よし、君のトレーナーカードを見たまえ。さっき手に出たストーンバッジがきちんと記録されているだろう。つまり君はチャンピオンへの階段一歩登ったんだ。ごったましい。え、何これ、ごったましいって初めて聞いた。どっかの方言かな。はい、というわけで無事に1個目のストーンバッジを手に入れたというわけで、じゃあ今回こんな感じで終わりたいと思います。よろしければまた次回ご覧いただけると幸いです。レポートが終わったら終わりましょう。ではさよなら。